しかし、この不記載の金額、10年間取っても、安倍派だけで13億円、石破、二階派で3億円、大変な額に上ります。それに加えて、個々の議員にキックバックという形で、議員辞職した池田さんという方は、4000万円のため込みをしていた、2000万円、3000万円のため込みをしていたということですから、全貌を明らかにしてもらわなければいけません。全貌を明らかにして、さらに、 何に好かれたのか